こんにちは、たまちゃんです。さて本日はサブテライン、マインズオブタイタンの紹介を行います。こちら Steam での発売日は2024年3月13日です。内容はフォールアウトをローグライクにしたような作品です。移動や戦闘はローグライクのマス目形式です。で、そこらからジャンクや物資を相当回収できます。もうスカベンジュゲームになっています。で、特徴としてはその拾ったアイテムは軒並み生産に使えるという点にあります。まず生産は作業員に割り当てて行われます。で、作業が完了するまでは一定の時間が必要です。で、作業割り振り自体はいつでもどこでも UI から瞬時に行います。一度にたくさんの仕事を予約していくこともできます。これによりこちらがダンジョン攻略中に生産を行わせるという自動化が可能です。もうアイテムを拾ったら生産に割り当てるという工程がこのゲームの面白い点です。あとは熟練度システムが採用されています。あらゆる行動がステータスアップにつながります。で、さらに行動に応じたパークもアンロックされていきます。もう敵と戦っていたり鉱石を掘っているだけで能力がどんどん上がっていくので、これまたとても面白いです。あとはアイテムに品質設定があって、同じものでも多少の能力違いもあったりします。で、そこらから装備品がどんどん入手できるので、ちょっとしたハクスラトリハンゲーのようにも遊べます。というわけで、どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。キャラクタータイプ、マイナー、エンジニア、パイロット、サイエンティスト、ドクター、ソルジャー。じゃあデフォルトのマイナーでいいかな。これマイナーの特性かな。まあ、地下での生活に長けている。掘る装備品を身につけられると。パーソナルストレージ。これ初めから持ってるようだね。鉄に銅100持ってんのかな。主人公は、なんだ、冷凍保存されていたのか。ああ、目覚めた。今どうなってしまってるんだ、世界は。さあ、ここからですかね。移動ガイド。WSD。で、QEZC が斜め。まずはスーツ。クオリティはグッド。プロテクションプラス7。このクオリティは品質ですかね？耐久性かな？もしくは。さあ、身につけました。あ、容姿が変更されましたね。タスク。なんか仕事がいろいろ受けられるっぽいですね。トラッキングも可能である。これかな？メインタスク。サブタスク。これでトラッキング。あ、これがトラッキングでしょうね。トレード。なんか薬が売ってもらえるっぽいね。うん。このファーストエイドでもね、品質が違う。エクセレントは効き目がいいんだろうね。次は、フィジカルニーズ。サバイバル要素かな？空腹に喉の渇きに眠気。左下、これか。こっちはなんだ？現在の状態かな、こっちは。ちょっとお腹が減ってるから、ストレングスは下がってますね。アジリティも下がって、メレーミンダメージプラス2。これはプラス2なんだ。じゃあこっちか。こちら。これは自分の基地だと思いますが。いや、広いね、随分。とりあえずマウスクリックで移動できるから。普段はこれでいいのかな、移動はね。トレードで。武器が売ってますね。これはデッキブラシ。あとシールドか。お金は今ゼロだね。何も買えない。なんか今ネズミの声がしましたが。これアイテムもらっていいのかな？いろいろありますね。ドロップアイテム。テイクオール。F を押すと近くのアイテムが全部表示されるっぽいね。F。これか。で、これでテイクオール。さらに F か。おお、やったー。これはスリングショットかな？他には、いろいろありますね。これは弾か。じゃあ、はじめこのスリングショットで行きましょうか。
これなんか入ってる。中にいろいろありますね。ブロークンプランクス。壊れた木の破片。入手しましたが、ここには表示されませんね。あ、インベントリは結構分かれてるんだ。こんな感じで。ジャンクとか。ネズミはどこだ？これ壊せんの？これ、今パチンコ持ってるけど。あ、それで撃っちゃうんだ。弾も失いそうですね。これを装備する。両手持ちか。さあ、樽破壊したら、なんか落ちてましたね。あいつは敵かな？クリティカルヒット。どんどん壊せる。あ、まさかの。樽相手にはミスが出ましたね。そして、全部ジャンクか。羊羹。コックローチ羊羹。ゴキブリの羊羹。ゴキブリの油で作った何か。ハンガーマイナス15。空腹とか下がんのか。あと毒の耐性がつく。とりあえず全回収だ。来たよ。さあ、単性なのでね。これはローグライクですね。タイタンラット。この星に住むネズミですね。この80っていうのが命中率かな。その可能性あるね。倒すとお宝が入手できます。あれがネズミの尻尾かな。あ、まずい。下から来そうだね。その場で待機はスペースだ。これはどうかな。風雷の試練ルールならばこの角度はね攻撃されませんが、まあ、武器によっては可能ですけどね。ああ、来るんだ。風雷の試練ルールじゃなかった。こっちからも殴れますと。お、クリティカルで、なんかエースが入りましたね。結構ダメージ受けるな。ネズミに対して。ネズミは強い。なんだ？逃げてる。こっちから。お、ドクロマーカーついてるときは、逃げるのか。なんか誘われてるように思える。来い。来ない。来た。うわあ、囲われて。囲まれたら来るのか？なんか今ストレングスがレベル上がりましたね。それ以上に真相だよ。うわあ、死ぬ。回復薬だ。これ装備していなくても使えるのかな。ヘルスリジェネ。うん、性能が違う。消耗品にもこの性能違いがあるの面白いですね。ユーズ。使いましたね。一回使ったらまだ使えるの？これリジェネだから。即開封じゃないんだ。やばいね、これ。死ぬかもしれない。はい。あー、倒した？あー、ダメだ。あー、ギリギリ引き残ってるけど。なんとか回復してる、ちょっと。ほい。うおギリギリ。ミスに助けられてる。あー、なんとか一旦。で、こいつら、一マス内に重なるんだね。こっちか。で、マス目移動すると回復するのかな？まあ、今、リジェネ効果ついてるから、回復すると思いますが。まあ、ローグ形式ならばね、回復するでしょうね。うん、じわじわ回復してる。わあ、逃げるのずるいよな、これな。なんとか倒して、クリアか。ニューパークがアンロックされた。ショビングストライク？さらに、インサイドアウト。これ生きてんじゃないの、まだ。あ、生きてますね。ほい！やった！レベルアップして。レベルアップしても回復しないんだ。パーク。パークはアンロックする。パークポイントでアンロックできるのかな？クイックスロットにはめて使うと。パークは。アドレナリンコスト。ここにありますね、ゲージが。これがアドレナリン。これを用いるんですかね、パークは。MP みたいなものかな？で、何かを条件に上がるんでしょうね、アドレナリンは。攻撃とか。で、パーク画面開いてみましたが。これが全部そうか。なんかゲージがあるけど、これ熟練度みたいなものかな？これが上がっていけば、パークを覚えるんですかね。現在ツーハンドで戦ったので、ここら辺を覚えたんだ。で、現在パークポイントは1位。どれか覚えてみましょうか。パッシブは自動的に効果が発動するものですね。出血チャンスがあるかな、これは。で、ネクストレベル。何ポイントも割り振れんのかな、これはね。こちらはアクティブ。敵をノックバックかな。クールダウン10ターン。じゃあこれ覚えてみよう。さあ覚えて。多分3ポイントかな、レベルはね。これ見る感じ。これを効果。1キーに割り振る。アクションバーはいくつかあるっぽいね。3までかな。しかしあまりもたもたするとお腹が減るんだろうね。中にはいろいろ入ってるぞ。クオリティは悪いが。もらっていこう。こんな感じでダンジョンを潜って物資を拾うのを繰り返してどんどん鍛えていくんですね。一回戻るっぽいね。
あ、ここにもある。何か薬があった。結構調べられますね、いろんなところ。重量の概念はないかな。耐久性はありますけどね。ここ相当拾えるな。何でも回収できる。うん、すごいよ。ジャンク量が半端ないよ。フォールアウト並みに入ってるよ、いろんな場所に。次はプロダクション。なんか作るんですかね。 N キー、リサーチクラフト、リサイクル。開いてみた。リサイクル、現在何もありませんね。なんか集めろ的な、そういう話かな。これパーソナルストレージ、これ私のストレージですか。あ、なんかそれっぽいな。ここにアイテム入れとけという話ですかね。このゲーム死んだらどうなるんだ。何か失うのかな。シフトクリックで送れますね。しかし今は何送ったらいいかわからない。ジャンカーたっぷり拾ってるけどね。スターオールジャンカーアイテムス全部入れちゃっていいのかな。なんか話が進みましたね、入れたら。さらにリサイクルの項目、これでなんかできんのか。お、リサイクルでなんか分解できるみたいな、そういう説明かな。この木材なんだこれ。これはウッドンプランク。これをリサイクルするとこれに変わるのかな。これは誰に渡すかみたいな話か。この矢印はなんだ。とりあえず10個。アイドリング、待機中。ダメだ、何をすればいいかわからない。ジャーナル確認だ。リサイクルジャンク N、 パイルオブジャンク、パイルオブジャンク、これだ。これで、お、今の矢印をクリックしたらこうなったけれど、リクエスト9 9 1ターン。あれ終わった。あ、なんかできたっぽいな。リサイクル成功した。ちょっと何が起きたかわかりませんが、ベアトラップのブループリントもらった。次はリサーチですかね。ブループリントトラップ、これをストレージに入れる。入れた。で次にリサーチ、これでいいのかな。アイドリング、この人に仕事を任せるって意味でいいのかな。あ、できた。これいいのか。現在9に入ってる状態。これで5ターン過ぎれば出来上がる。あ、できた。ああ、なんかちょっと分かってきましたね。新たなクラフトアイテム、クロートラップ。次はなんだ。クラフトか。クラフト、これエクセレント、これ品質っぽいですね。これか。これを押せば9に入ると。で、この3人が仕事に取り掛かってくれる。あ、今2人かな。この人なんかやってるんですかね。ワンダリング。なんか不思議に思ってる。とりあえず2ターンだ。2ターンじゃなかったができましたね。ベアトラパどこ行ったの？ストレージに入ったのかな？一番下にありましたね。これを入手したと。ストレージはいろんなとこにあるっぽいね。いつでもアクセスできる。どんどんアイテム回収できそうだ。ギャザリングプランツ。何かを採取するんですかね。ランプ。ここに装備される。セミコロン？あ、着いた。あ、外に出た？とりあえず右上がマップですね。地表っぽいな、ここは。洞窟だ。周りには調べられる場所ありますね。なんか取った今。もう一回クリック。なんか失敗してますね。まあいいや、中に入ろう。さあ内部に入ってみましたが、暗い？トラッキング？あ、これ明かりつけられますね。これがキノコか。さあ殴ると、キノコ回収。これ以上取れない。いる。なんか虫みたいのがいるよ。ほら来い。どこ行った？行け！うわあ！技使いましょうか。いや、
アドレナリンが溜まってないから。多分使えませんね。敵は強いな。初めから。とか逃げるのずるいんだよな、こうやって。でも一方的にやれるかな。ああ、ここでカウントもらえよな。逃げるの追いかけると絶対に。で、今なんか能力上がりましたね、また。戦えば戦うほど、この能力が上がるの面白いね。熟練度システム。やっぱり時代は熟練度システムだよ。これが、バッテリーか。バッテリーはどこかで、充電できんのかな。あ、これ、スワップウェポンありますね。それならば、この装備しとこう。なんか落ちてるよ。装備品ですね。そのうち強い武器とか、出てくるんですかね。ツーハンド。こっちの方が強いかな？総合的に見て。で、値段は安いね。あ、掘れますね、これ。コウスケ掘ってる。お、なんかレベルアップした。コウスケを掘るだけで、レベルが上がる。うわあ、こいつ飛び道具打ってくる。うわ、マジか。いやらしすぎる。この野郎、逃がすか、お前。こういう時に、武器変更か？装備変更して、パチンコで打つが当たらない。当たった。あら、やったー。酸素？オキシゲン？オキシゲンが低いと、デバフがかかるかな。体に対して。で、オキシゲンキャニスター。これを使えば、空気が吸えんのかな。さあ、再び。どんどんレベル上がる。はい。なに？うわー、マジか！2回連続攻撃。ゲームオーバー。ああ。最後にセーブした場所に戻るんだ。これは、最近ではよく見る、ストーンシャードとか、あと、キツネのゲームか。それのゲームエンジン使ってるんだろうね。F5 で、任意のタイミングでセーブができますね。まあ、こまめなセーブは、行っておいた方が良さそうです。ブループリント、リサーチしてもらいましょうか。ブループリントができた。弓が作れるようになったのかな。これはまだ研究中のようだね。現在二人空いてるから、さらにブループリント、どんどん解析してもらいましょうか。これ肉は何かになるのかな？結構拾いましたけどね。これを研究するとどうなんの？ちょっと疑問だね。結構いろいろ作れますね。こうやって見ると。食べ物とかも作れる。リペアキットに材料があれば作れるんだ。このクラフトシステム面白いね。もしくはリサーチシステム。冒険に出てる時にやってくれる。いつでもアクセスできるっていうのがいい。さらに、グローブが作れるようになった。作りたいが、ファイバーが足りない。コーデックス？ワームミートを解析したことで、この生物の情報を見れるようになったっていう話かな。で、リサーチすればするほど、さらに詳しく見られる。レベル20ってなんだ？レベル20までリサーチを進めると、こちらのダメージが上がるのかな？のかもしれない。だからリサーチしまくることでもね、メリットがあるんですね。おそらく。で、今、グローブにしたかな？リサイクルすることで、ファイバーになる。とりあえず、ジャンコリサイクルしてみようか。ファイバーが欲しいね。布切れを、リサイクル。全額投資。これは、アイテム回収しまくり、面白いかもしれない、相当。拾うことでさらに、いろんなことができるようになる。解体されましたね。これで、ファイバーができた。から次は何するんでしたっけ？グローブを作るんだったね。あ、作れそうだね。で、これエクセレントにしたい場合はどうすればいいんだろうね。ランダムなのかな？あとはハンドメイドピストル。プランクに、メッチナリーかな？この二つが必要だ。リサイクルで、これがプランクになる。あとはメカだね。片っ端からこれ、球に入れまくってもいいのかな？なんかそんな感じをするね。ジャンクに用途があるのかどうかわかりませんけれど。こんな感じでどんどん、球に入れまくる。同じ装備でも、クオリティ以外にもやっぱり、ダメージ数値に下がりますね。これはクオリティが下がってるから、ダメージ数値下がってんのかな？ちょっとまだ判断がつかない。さあ、できたよ。グローブに、ピストル。グローブ二つ作ったはいいが、値段が違いますね。ああ、耐久性。それがランダムなんだ。こ
これの場合はね。うわあ、やばい。何が起きてる。うわあ、エレベーターが。おお、やばい、クリーチャー現れた。いやあ、助けてー。あ、逃げ出した。一目散に。なんてやつだ、あいつ。とりあえずピストルで撃ってみよう。アウトオブアーモ。弾をリローディングするには?リロードかな?お、いいね。10の10。これ撃てる?あ、撃てる。やった。よし、みんな頑張れ。撃てー。ギャー。スロットに入れとこうか。これで3押せばリロード。なりましたね。おお、レベルアップ、やったね。キャンプにマネージングリソース、いろんな要素が出てきましたね。アンダーグラウンドパワー、キャンプでなんか休めんのかな、どっかに遠征するんですかね。この感じなんか作ったグローブをさらにリサーチできますね。装備品をリサーチさせるとなんか性能が上がったりするのかな。何でもいいから、リサーチさせまくろう。さあ、そして、リサーチが終わりましたが、作ったグローブを研究したことで、さらに、それより強いグローブが作れるようになったっぽいね。さあ、グローブができましたね。こっちの方が圧倒的に強い。まあ、こういうお使いクエストでもね、このリサーチが行えるから、楽しめる作りになってますね。なんかもらいましたね。ラバーズグリップ。オンアタック。攻撃ごとにヘルスが回復するみたいな。そういう性能っぽいね。こいつちょっと強いな。タイタンビートル。ちなみにこのゲームは、プレイヤーの強さに応じてね、敵の強さも上がるようになってるっぽいですね。ロマサガ形式。ではそれは嫌だというレビューも書かれています。まあそれはゲームのレベルデザインによりますよね。さ、本日はここまでですね。こちら現在 10% 割引の2070円で売られているので、気になった方はぜひ購入して遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。